シャウトの感覚は現在、意識からのって感覚でやってます。この番組はキャラのスポンサーのテーションだ。お送りします。はい、どうも皆さんこんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄さん、魔法でございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、私デスボイスシャウト、特に特化しておりますボイストレーナーということで、今日も元気にそのあたりの歪んでいる声に関してのトピックを、お送りしていこうと思っております。で、今日お送りするのはプロのアーティストたちにデスボイスシャウトの感覚聞いてみた第2弾ということで、お送りしていこうと思います。そう、他力本願会です違います皆さん、先日第1弾、この企画の第1弾でやる、10万人記念でね、このチャンネル登録者10万人記念で、第1弾を、先日この企画をお送りさせていただいたんですよ。で、その時はリンチの葉月さん、ペールダスクの海斗くん、それからアンラッキーモルフェイスのシレイさん、この超豪華なお三方に、デスボイスとかシャウトの、感覚を、教えていただいたっていう神回をですね、お送りしたんですね。で、その動画の中でも申し上げたんですけれども、まだ続きあるよみたいなことを僕ほのめかしてたと思うんですけれども、今日はその続きっていう感じでお送りしたいなと思っています。まあ、今回の動画が初めてこの企画、ご覧になる方も多いと思うんですけれども、なかなかその普段、プロのアーティストさん、特にそのシャウトとかデスボイスをしているアーティストさんが、そのシャウトをしている、デスボイスをしている時の感覚を語ることってあんまないし、それを当然語ることないから耳にすることも少ないじゃないですか。で、シンプル気になるでしょ。どういう風にしてんのかみたいな、どういう感覚でやってんのかって気になるじゃないですか。で、それはもちろん僕も気になるし、でね、環境的に僕はすごくありがたいことに、その周りにですね、身の周りにシャウトを使うアーティストさんっていうのが複数いらっしゃるので、じゃあもうこれちょっと聞いちゃおうじゃんっていう。10万人記念を盾に聞いちゃおうじゃんっていう、そういうね、経緯でこの企画が生まれたっていう感じ。で、早速なんですけれども、今回、ご協力いただいたアーティストさんをまずは発表していきたいと思うんですけれども、まず、1人目。あ、クラウドオブディベリオンの大作さん。アルルカンのアキさん。そして、ブロークンバイザスクリームのイオさん。この3人に、語っていただいたデスボイスの感覚ですね、お送りしたいと思っておりますので、普段なかなか聞くことのできない、いや、もう全く聞くことのできない、超レアな話、盛りだくさんだと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係のお話とか、ボイトレ関係の話、お送りしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ぜひですね、グッドボタンもこのタイミングで押していただけると、モチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、本編いっちゃいましょう。さあ、では、ということでですね、早速発表していきたいなと思うんですけれども、まずはですね、ご協力いただきましたアーティストの方々、本当にありがとうございました。ということで、ありがたみを噛み締めながら、まずお一人目、クラウドオブリベリオンの大作さん、行ってみたいと思います。今はね、活動を休止されておりますけれども、もうめちゃくちゃかっこいい、エモーショナルな、シャウトをする大作さんだし、その、バンド全体の楽曲もそうなんですけど、めちゃくちゃエモーショナルでかっこいいので、ちょっとこの休止の期間も語り継いでいきたいなということで、もう話題をできるだけ途切れさせたくないなというちょっと思いもありまして、今回、ご協力をお願いしたんでございますけれども、じゃあ早速ちょっと感覚伺っていこうと思います。じゃあ行きますね。メモってあるの読みますね。これ原文ままでございますけれども、シャウトの感覚は現在、これポイントやね。鼻声意識からの爆発ゴロゴロ発射って感覚でやってます。わら。ということで、いただいております。なるほどね。これ前回も面白いなと思ったのが、なんか、感覚派っていうかその、体感操作派と、なんか、感情派とみたいな。大きく分けるとその2パターンあったじゃないですか。で、それで言うと、大作さんはどっちかというとこう、操作派なんですよね。面白いなと思いました。大作さんのシャウトって、皆さんもご存知の方多いと思うんですけれども、結構感情、エモーショナル系じゃないですか。だけど、だから感情的なものを重視されてるのかなと思いきや。で、もちろんそういう面もあるんだと思うんですけど、感覚としてはこういう風に、割と操作、響きの位置とかを意識してやってらっしゃるんだなっていうのが、これで分かりましたね。めちゃめちゃ面白いですよね。で、前回、葉月さんだったかなの感覚としてその、鼻感みたいなものがあったと思うんですけれども、大作さんもあるみたいですよね。この鼻声意識っていうのは多分そういうことでしょうから。なので、このいわゆる鼻腔のあたりで共鳴させる感じっていうのは、すごく参考になる方も多いんじゃないかなって思うのと、あとこの、爆発ゴロゴロ発射っていうのはめっちゃ分かる。大作さんのシャウトそんな感じしますもんね。なんか、うーみたいな、うーみたいな、こういう感じのイメージあるんですよ。大作さんのシャウトって、もう、ほんと爆発感あるっていうか、見た感じ、聞いた感じはすっごい感情の赴くままに、それこそ前回もありましたけど、こうなんか怒りというかさ、その、内に秘めたるものを、
外に音として表した音みたいな、その感情の爆発力みたいな、そういう音実際するなと思うんですけど、言葉にするとまさにこう爆発ゴロゴロって感じ、これめっちゃわかりますね。で、実際特にローのシャウトとかにおいては、結構喉の組織の反応は強そうな、音色をされているので、実際にそのゴロゴロする感覚っていうのは、喉の中でも、大作さんの場合起きてるんじゃないかなっていうのは予想されますね。で、ご本人は多分それも意識して、操作に取り入れてるんだと思います。いや、めちゃくちゃわかりやすい。ありがとうございます。これ参考になる方もめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思いますので、改めてね、あ、こういう感覚でシャウトやってらっしゃるんだなっていうのも参考にしながら、リベリオンの曲ですね、概要欄にもですね、情報まとめてありますので、聞いてみたりとかされてみてください。ということで、お一人目の、リベリオの大作さんでございました。ありがとうございました。で、次二人目です。アルルカンのアキさん、まさかありがとうございますね。アキさんの声僕大好きなんでございますけれども、もうめちゃくちゃライブバンドですよ、アルルカン。めちゃくちゃライブいいからね、アルルカンの。もうぜひね、見に行かれたことない方見に行ってみてほしいんですけれども、曲もね大変素晴らしいので聞いてみてほしいんですけれども、その中でアキさんは水のシャウトをされてるんです。水のシャウトね、いわゆる吸気のシャウトですよ。で、もちろん吸気のシャウトされる方って、まあ複数ねいらっしゃることにはいらっしゃるんですけれども、前回含め今回ですね、ご協力いただいているアーティストさんの中では、唯一の水のシャウトとの使い手っていうことで、吐きのね、がなりだとかシャウトも秋さんされるんですけれども、吸気がメインということで、すごく珍しいなということで、今回ご協力いただきました。ありがとうございます。てな感じで、いただいた感覚発表していきたいと思うんですけれども、面白いこれ。超圧縮して吸気、後に口の形で遊んでいますらしいでございます。圧縮きましたね、圧縮。これも確か前回で言うと葉月さんかな、圧縮する感覚みたいなとか、あとカイトくんもこう昆布をかける感覚みたいなおっしゃってましたけれども、アキさんもこの圧縮っていうワードを使ってこられましたね。圧縮するんですよ。面白いですね。吐きのシャウトの時も圧縮するっていう感覚がある人が多いみたいだけれども、吸気の時も圧縮する感覚があるみたいです。まあでもそれはそうですよね。喉からしたら、その吐いてようが吸ってようが関係ないからね。空気がこっちから入ってくるのか、こっちから出てくるのかっていうだけの違いで、この通路でしかないわけですから、その圧縮するっていう感覚が、水も吐きも関係なくあるっていうのは、その全然不思議じゃない話ですからね。で、後に口の形で遊ぶって、これ面白いですね。これ僕よく言うところの、口の形変えただけですよ、みたいな。音にエフェクトかけるだけですよ、みたいな。と、結構同じなのかなと思っていて、いわゆる口腔の操作ですよね。とか、この辺のシャウトとかって、結構こう、口腔をこもらせるようなね、操作をすることによって、まあこれ吐きですけれども、まあ作っている音色なんですが、水でもこういうテクニックが使えるよっていうのをアキさん教えてくれてますよね。結局これも口からしたら関係ないわけなんで、こう出てるのか、こう入ってくるのかの違いでしかないから、口の中でかけたエフェクトっていうのはこの水のシャウトにも反映されるよっていうことですよね。で、僕ね、アキさんの水のシャウトのやべえなって思うところが、まあいっぱいあるけど、特筆して一個あって、めっちゃ音でかいんですよ。まあこれ水のシャウトをメインで使われてる方っていうか、よく使われる方あるあるだとも思うんですけども、音がほんとでかくて、とにかく鳴ってるんですよね、アキさんの水のシャウト。生でもうこの辺の距離で聞かせていただいたことあるんですけど、めちゃくちゃ軽くやってんのにめっちゃ音でかいのよ。半端ないですよ。だからね、ちゃんといっぱい吸えてるんですよね。なんかこうあーってこう軽く吸って、軽くただただ鳴らしてるだけじゃなくて、もうクジラのようにさ、うわーってめっちゃ息吸い込んで、それをこの圧縮とここの口の遊びでうわーって鳴らしてるからさ、音はもうこう出てるはずなのにめちゃくちゃ外音でかいんですよ。だからね、アルルカンのまあ音源ももちろんそうですし、ライブ映像とか見てても全然通ってるんですよね、音量がね。だからそのめちゃくちゃ息は吸っているけれども、そこに負けないぐらい、それだけだとさ、こうむせちゃったり息が持たなかったりすると思うんですけど、その空気圧に負けないぐらい、多分ここをね、もちろんいい意味で圧縮かけて、コンプレッションですよね、かけて歪ませてるんだと思いますね。超人的でございます。めちゃくちゃ参考になりますね。もちろん熱水のシャウトをする方もこれご覧の方の中ではね、多いかと思いますので、なんかあんまうまく歪まねえんだよなとかいう人は、このね、圧縮感をですね、しっかり意識したりとか、この息の数量を意識してみたりとかするといいと思うし、なんか音色しっくりこないんだよなっていう人は、もしかしたらこの口の遊びが足りないのかもしれないので、その辺いちくってみたりとかするといい音色に近づく可能性がありますので、ぜひ試してみてください。ということで、アルルカンのアキさんでした。ありがとうございました。じゃあラスト、ブロークンバイザスクリームのイオさん、いきたいと思います。前回、今回含めてですね、こう一点、イオさんでございますけれども、たびたび、コラボさせていただいたりとか、取り上げさせていただいているイオさんでございますけれども、まあ、とにかく人外なんで、この人も。
皆さん人外なんですけど、この人も、人間辞めてる方の一人なんで、どんな感覚か気になるところでございますね。で、ありがたいことに女性のリスナーの方もですね、マホンチャンネルいらっしゃいますので、参考になったなと思いますのでね、発表したいと思いますよ。いきますね。悪魔を降臨させる。出た。全員倒す。テノール歌手の声を最大限歪ませる。みたいなイメージで毎回出して。これいっぱい言われましたね。ちょっと一個一個見ていきましょうか。まずこの悪魔を降臨させる。これ出ましたね。僕がその一番最初に、イオさんを取り上げさせていただいた時の、ツイッターですね。まあ、今の X ですけれども、の、動画にも、同じようなことが書かれてたかと思いますが、やっぱこう、憑依感があるんですね。イオさんの中ではね。憑依をさせる感覚があるみたいです。で、これクソ面白いんですけど、全員倒すっていう。誰に恨みがあんねん、これ。どの方面への恨みやねんと思ったんですけど。どの全員やねんと思ったんですけど、めっちゃ面白いですね。だから、この辺まで見ると、さっき冒頭とか、前回申し上げたみたいなところで言うと、感情の部分が結構多い、大きなウェイトを占めてるみたいですよね。だからこう、腹から湧き出る何かっていうのを声として変換しているっていう、パターンも多く感覚としては含まれてるみたいですよね。実際そういう音しますしね。どこから鳴ってんねんっていう音しますからね、予算の音ね。で、次もさらに面白いんですけど、テノール歌手の声を最大限歪ませるみたいなイメージ。まあだからざっくり言うと、低い音程の部分を支えている声ですよね。だからなんかどっちかというと、こういう感じやこっち方面の声を歪ませてるみたいなイメージでやってらっしゃるんでしょうね。だからこっち、重心がとにかくね、低いんでしょうね。まあなんかの動画でも話したかもしれないですけど、とにかくこう下に引っ張る力が、まあ、とにかく強いなって、イオさんの低音域のね、シャウトを聞いてると思うので、まあ、やっぱそういうイメージが、この今回いただいた文面の中から、箇所箇所で見受けられますよね。これは感情とか操作で言うと、操作の話になると、近いと思うので、だから感情面だけではなくて、こういう操作の部分っていうのも意識されてるっていうのもわかりますよね。いや、これもまためちゃくちゃ面白いし、参考になる言語化でございますね。で、これね、女性の方めちゃくちゃ参考になると思いますし、ぜひトライしてみるときにイメージしてみるといいと思うんですけれども、これ男性の方もね、同じことが言えます。男女で喉の、なんだろうな、作りっていうのはもちろん違いますけれども、この発声、ボイトレにおいては、ここの、男女の差っていうのは、まあ、ちょっと語弊があるけれども、差はないです。基本的にその意識することによって差はないので、男性の方もですね、ぜひこのあたりのイメージを取り入れてみると、いい効果が得られるかもしれないので、ぜひという感じでございます。ということで、ブロークンバイザースクリームのイオさんでした。ありがとうございました。っていうですね、以上3名の、デスボイスシャウトの感覚でございました。いやーもう今回もめちゃくちゃ贅沢な、時間でございましたね。やっぱね、第一線で活躍してる人たちは、なんかやっぱ考えてますよね。やっぱね、適当じゃないんだと思いますね。なんか自分の中でちゃんと軸を作って、毎回そこに向けて、発生してる。で、この軸っていうのはその、なんだろうな、時期によって変わったりはするかもしれないけれども、でもやっぱり何かしら軸は常に持っていながら、そこに向かってこう、やっぱ声を出しているっていうのが、今回で改めて分かりましたね。なのでね、やっぱそのボイトレの一応講師として、申し上げられることとしては、これはもう個人差があって当たり前だし、個人差があって全然いいことなので、何でもいいので自分の中で軸を持ちながら、こうすると良さそうだなとか、こうするとちょっと、逆に良くなさそうだなみたいな軸は持ちながら、考えながら練習したり声を出したりとかしていくことがとても、万人にとってこれは大事なことだなって思いますね。ということで、今回は前回よりもですね、ちょっとこうトリッキーな感じの構成で今回お送りさせていただきました。今回の動画、良かったよという方、それからご協力いただいたアーティスト様方へのですね、感謝の気持ちも込めてですね、ぜひグッドボタンを押していただけると嬉しいですと。あと、チャンネル登録がまだお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスノーニーさんの本がお送りいたしました。ありがとうございました。Bye.